子で成長虹色動画。今日はオレンジ色草、親子遊びでニコニコ、運動神経向上プログラム、女の子が楽しめる初めてのサッカー。サッカーに必要な敏捷性を高めるトレーニング4選、やっていきたいと思います。換気扇の皆さん、本日もよろしくお願いします。はい、行ってみよう。ドン、グザグソ。はい、続いてここにね、コーンがランダムにポン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 ってマーカーが置いてます。この間をジグザグにパーッと駆け抜けていきます。これは後々ボールでドリブルする時の動きに通ずる動きなんで、皆さんよくやってる陸上は前にバーンと力をタタタタタと前に持っていく推進力が多いんですが、このサッカーは私と違うのは、こうブレーキかけたり、横の動きしたりステップ踏んだりという細かな動きがね、その状況に応じて、判断して、行動していかなければいけないので、敏捷性がすごく要求されます。ここをトレーニングしていきたいと思います。はい、後々ね、今後の動画でこれを使ったドリブルもやっていこうと思いますが、ポイントはこう行くんですけど、体勢が崩れるんですけども、重心は必ず、腰が落としすぎてこうやってなんかこうやっていくんじゃなくて、しっかり重心と軸はね、まっすぐ保った意識のままやっていくと、より素早い反応ができるとのことなんで、一遍やってみますね。これをかなり小刻みなステップが要求されます。はい、それでは、1人2往復やって順番にやっていきましょう。まず1番やりたい人。はい、はい、花ひがさんからいきましょうか。ねえ、はい、時々さ、うん、上通りそうになってる時あるんですけど。おお、それはね、ちょっと通っちゃってる。一応ちゃんグーいいんです。マーカーがの足のつく位置がちゃんとそのジグザグに沿っていったら OK としましょう。はい、また大きなコーンを使ってやる場合は縦のね、空間のことも意識することができますけど、今回はこのマーカーを踏まずにさえ、マーカーをまたがずに、こうやってマーカーをこうやっていかない。それを言ってんの？うん、マーカーまたじゃダメやって。そうやね、マーカーまたじゃダメですね。はい、その意識が大事ですね。はい、行きましょう。またいでた？またいでたね。OK、それもうちょっと大きなコーン使ったらいいですね。ちょっとマーカーなんで、またね。はい、それではひゅうかさん行きましょう。2往復よーい、まあ、ただ一回ゆっくりめに行きましょう。ゆっくり行って次早く、まずゆっくりよーいスタート。はい、ジグザグ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 、いいですね、いいですね。オッケー。はい、それでは続いて、素早かった。うん、今のはゆっくり行ったんでしょ。うん、オッケー、ここから素早くね。はい、よーいスタート。そうそう、おー、いいですね、いいですね。おー、いいですね。オッケーオッケーオッケー、早い早い早い、お見事。はい、さあ続いてレモンちゃん行ってみましょう。はい、はい、まずレモンちゃんゆっくりでいいんで、今日はボール使わないんでボール置いといてください。頑張れ。それでは、はい、まずゆっくりコースの確認、よーいスタート。こういってこういって、小刻みなステップ前ですね。はい、で戻ってくる、そのまま戻ってくる、止まらず戻ってくる。はい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 、ちょっとなんかその重心がね、なんか地面蹴れてないんで、いつもの感じで、このちょっと力抜いていつもの感じでいってくるの見てください。はい、よーいスタート。手をつく、お、いいですいいですね、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 お、いいですね。さあ、そして最後思いっきり全力でよーいスタート。早く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 、いいですね。お、すごいすごいすごい、よしよし、そこでブレーキをかけてブレーキングして、はい、オッケー。はい、続いてアマナちゃんいってみましょう。アマナちゃん、まず1回目はコースの確認です。はい、よーい、スタート。はい、しっかりね、力グニャグニャグニャってな、せっかくさ、軸が得意なあわらちゃんなんで、その軸を、この小刻みなステップの中でも軸をね、バンバン出していきましょう。さあ、次一遍、そしたらもう一回、集中していきましょう。普段やってない動きなんでね、よーい、スタート。はい、ステップ踏んで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 、はい、さあ次、思い切り、オンヤマーク、セット、ゴー！早く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 、
はい、お、いいですね、全然違いますね、すごいですね、全然いいですね、はい、お見事でございました。さあ、次行きましょう、せーの、ダン、三角コーンソー。はい、続いても敏捷性のトレーニングです。コーンをね、マーカーを3つ置きました。これを三角形に走って走って走って、さっきのジグザグドリブルは、ステップとが重要でしたけども、今度は短い距離の間に一気にスピードをバッと上げて急ブレーキ踏んで、またバッと上げて急ブレーキ踏んで、そのダッシュとブレーキングの両方を交互にバン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 とやっていく能力やっていきますので、これも非常にサッカーにおいては重要だと思われます。ちょっとね、室内でやっておりますので本日は雨で、外でやるときはもうちょっと広くね、コーンを置いたらより、体力、持久力の強化にもつながりますのでやってみましょう。タイム測ってやって、こうね、みんなとこう、こう競争心をかき立てながらやるとよりね、楽しくできると思いますので、少しタイム測定もやってみましょうか。はい、ちょっとそしたらタカちゃん測ってもらっていいですか。はいはい、いいですよ。音量マックセット、ゴー。おう、何秒だ。4秒93。はい、これを目安に、みんな測りますので、最初一番やりたい人。はいはい、ヒューガさん、ヒューガさん積極性がすごいですね。誰もいいんだ。ちょっとレモンちゃん、マナちゃん、どうしたんですか。はい、さあ行きましょう。ヒューガさんのやっぱりね、ママのこの姿勢に子供たちが、ついてくると思います。行きます。オンヤマークセット、ゴー。いいですね、いいですね。はい、5秒01。おお、すごい。タカちゃん4秒93。あんま変わらへんやん。あれ、すごいですね。 OK です。これだから距離も短いんで、相当これでね、差をつけられたら相当すごいですよ。さあ続いて山田さん行きましょうか。さあ行きましょう。ここはマナちゃんの、俊敏性とブレーキングからの急加速期待でいきましょう。オンヤマークセット、ゴー。4秒09。すごい早いですね。はい、ちょっとあれ、うまいことやったな。その完璧にブレーキかけやんと、うまいことスピードを殺さずにコーナー回れましたね。それはさすが陸上のテイクを使いましたね。はい、続いてレモンちゃんいっちゃいましょう。さあ、スタンバイ OK ですね。オンヤマークセット、ゴー。いった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 、おー。オッケー。4秒6。タカちゃん早い、すごい。さあこれを踏まえてもう一周やりましょう。さあヒューガさん行きましょう。はい、もうタカちゃんはもうやめときます。もうなんか負けております。さあ、ヒューガさん2本目に、これで終わりですからね、全パワーを使い果たしてください。オンヤマークセット、美少戦。あれ、俺のちょっと気の利いた、結構無理やった、気の利いた、ごめんなさい、なんかちょっとね、起点利かしたコメントしようと思ったら失敗しました。はい、オンヤマークセット、ゴー。ヒューゴさん、いいですね、いいですね、いいですね。 OK、 5秒07。まあお見事ですね。さあ、アマナちゃん行きましょう。さっき何秒やったっけ。4秒03秒台。いきましょう。09。3秒台これいけたらすごいですよ。オンヤマークセット、ゴー。お、すごい、すごい。4秒16。まあまあ素晴らしい。これはちょっと僕の手動でやってるんで、ちょっとその誤差もありますけども、まあだから4秒ぐらい、お見事。さあ続いてレモンちゃん最後だ、行こう。さあレモンちゃん、全部をね、爆破させてください。今日の、今日雨でね、あんまり運動できてませんから、その運動、こうまだいけだね。え、こうまだいけ、どんな感じ、どんな感じで。だから、うん、あー、できたら、できたらそこで敏捷性なんで、コーンがまたがない方がいいんですけど、まあいいわ、なんか好きにやってみて、いっぺんどんなやり方でもいいから、とにかく早く、ちょっとルールスレスレでもいいから、とにかく早く行こう。はい、速さに集中した三角走、よーい、スタート。いけ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 、すごい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 。4秒53。はい、新記録出ました。はい、自己ベスト。さあ、そんなわけでね、
まあ、かわいいな。僕今手動だったんでね、ちょっとね誤差もあったんですが、まあ、ちょっとタイムを測定を入れるとよりこうね、楽しさもアップをしますので、皆さんもねタイム測定入れながらやってみてください。それとやっぱりね、芝生とか、やっぱり芝生がいいですね。公園のちょっと空き地とかその凸凹を使ってやるとまだね、そのバランスの能力とか、足の裏の評価にもありますし、裸足でやるとかね、砂浜でやるとかいろんな場所でこの、三角コンソを取り入れて、サッカーの基礎体力、基礎身体能力アップに使ってみてはいかがでしょうか。さあ次行きましょう。せーの、ドン。サイドステップ。はい、続きまして、サッカーで重要な横の動き、ね、この横の動きを鍛える敏捷性のトレーニングです。今日はちょっとマーカーなんでちょっと高さが低いんですけども、マーカーを50センチから60センチ間隔で5、6個並べていただいて、この上を横にこうステップしていきます。で、2種類のね、なんかステップ考えられるんですけど、まず両足でトン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 両足でいくパターンと片足ずつであるんですけども、どっちかにこうやりながら統一して、それですこうタイムの測定なんかするとね面白いんじゃないかなと思います。まずそしたら、タカちゃんがやります。まず片足ずつのステップね。はい、よーい、スタート。はい、両足。はい、どれでいきます今日は。どっちもやれば。どっちもやるか。1回ずつ。はい、まずやりたい人。はい、レモンちゃん来た。オッケー、さすが。はい、レモンちゃん、そしたらサイドステップ。まずそしたら一遍自由にやってみて、飛び越える感じで。1で、あ、それでもありえんな。あ、それでいこう、それでいこう、いいよ、それいいや、それいい。今のでいい。それをより早く。それは両方ないの。今のは。今の片足ずつ。お、そうそうそう。それでいこう。まずそれでいこう。これできてるんで。これを丁寧に、より早く、2、3、4。お、合ってる合ってる合ってる。1、2、3。オッケー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 。はい、もう一回いこう。はい、2本目。ぐらいあるよ。うん、1、2、3、4。あ、うん、あれ、ちょっと、うん、まあ、いろんなステップがありますね。これ、何でもいいか、これ、これね、あの、細かいことにこだわるとちょっとね、楽しくなくなってくるんで、とにかく早くにしましょう。はい、これね、もうやり方どうでもいいです。とにかく早くだ。はい、それではレモンちゃん、3回してアムラちゃんに変わります。はい、スタンバイ行ってください。3往復で、はい、オンヤマーク、セット、ゴー。早く、はい、戻って、戻る、すぐ戻る、すぐ戻る。1、はい、すぐ行く、すぐ、すぐ戻る。はい、すぐ戻る、すぐ戻る、切れず、すぐ戻る。はい、すぐ戻る、すぐ戻る、そこまで、そこまで、そこまで。何回？ 3 回、はい、OK、ゴール。はい、さあ、続いて回していきましょう。はい、ね、失敗します。初めてのことは絶対失敗しますね。どんどん経験していきましょう。はい、負けず嫌い泣いておりますが、これも大事なこと。はい、いきなりね成功はしません。はい、それではアマナちゃんいきましょう。難しいです、これはね、普段やってない動きですからね。特に陸上ばっかりやってますから。はい、さあ、それではアマナちゃん、まず軽く確認。いいですね、それいいですね。それでいく、早くでいくと最初の方がやりやすいか。 OK、 そしたらそのマーカーのなるべく上を通るような感じで、はい、はい、でいきましょう。より早く、3往復、オンヤマーク、セット、ゴー。1、2、はい、ゴール、お見事、素晴らしい。はい、続いてヒューガーナッツさん行きましょう。レモンちゃんどうだ、もう一回チャレンジする、最後。いい、オッケー、次、まだ次の種目頑張ろう。
はい、さあ、日向さんも一回動きの確認いきましょう。1、それいいですね。はい、はい、もうなら3回連続で、全力でいく、いくよ。はい、それでは、サイドステップ日向さん3回連続全力でオンヤマークセットゴー。1、2、さあ、オッケー。日向さんどうですか。結構普段この動きしないでしょ。しないね。ね、ということはもう運動神経系にもいいですし、体力も筋肉もいつも以上に疲れますね。うん。きつかった、やっぱり。きついよ。ね、はい、それでは、ラスト次4戦目ですね。はい、せーの、ドン。反復横跳び。さあ、いよいよね、ラスト4戦目は敏捷性の定番。敏捷性といえば反復横跳び。スポーツテストでおなじみのこれね。1、2、3、はい、真ん中に線1本引いて、だいたい75センチから80センチ、間隔で、両サイドに2本線を引きました。これを20秒間で、ポイント制で、よーいスタートで超えたら1点、ピロン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 っていう感じで、より得点をたくさん取った人の勝ちとなります。なのでこの線を線に踏んだら、どう、アマナちゃん、踏んだら OK。 踏むか超えるか。踏むか超えるか、ね。まあ、ちょっと今日の線がね細いんで、まあちょっと、まあこの辺擦れてたら OK にしましょうね。これを超えなければ、この辺でこう いって、これやっと点数入りますよね。はい、踏むか超えるかでやってみたいと思います。そしたらちょっとタカちゃんも測らなくていいんで、女の子のたちのためのねサッカーなんで、こんな感じですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10。はい、それではまずやりたい人、はい、早回していきましょう。これは敏捷性の、多分女王だと思われます。この3人の方は一番早いでしょう。天夏ちゃんが、はい、20秒反復横跳びタイムトライアルいきます。いいですか。はい、オンヤマークセットゴー。1、2、3、5、6、7、8。あ、ごめんごめん、真ん中のどこも点入れないんだっけ、これ。入れるごめん。ほんだらもう一回。早すぎてこれ早すぎて、ちょっとカウントがこれはむっちゃ早いやんか。はい、いきます。はい、20秒間反復横跳びチャレンジ、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、34、34、35、36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 、
2回か3回やったんで、まあ2回にしといて68に行く2で66ポイント、それでもすごい。さあ続いていきたい人、さあひろさんいきますか。あ、レモンちゃん行こう。はい、レモンちゃん行きましょう。さあレモンちゃんにしてはちょっとね幅がね広いかもしれませんので、ちょっとレモンちゃん踏まなくてもね、サービスしますので、さあ行きます。レモンちゃんの反復横跳び20秒チャレンジ、オンヤマークセットゴー。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34,36,33,39,40,41,42,43,44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 ,
あ、ヒューガさん行きましょう。はい。さあ、これ、今の間に、アマナちゃん、レモンちゃん、休んでおいてくださいね。これで、2本、2個、2本、2個やんねんて。はい、行きます。またやんの？はい、ヒューガさんの、反復跳び20秒チャレンジ。オンヤマーク。セット、ゴー！1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
31、32、33、34、35、36、37、39、40、41、42。お見事、42回。はい。レモンちゃん 40?8。 あ、やっぱレモンちゃんすごいですね。でもヒューガさん丁寧にしっかりやってくださいまして、はい、数えやすかったです。すごく数えやすかったです。うわ、それがありがたい。やべ。さあ、そしたらね、もうこれでね、皆さん一応今日やった4戦は終了なので、あとは、どんどんね、皆さんいろいろ試してやってみてください。さあ、そしたら僕たちは残りの動画の時間もう一回チャレンジしましょう、はい、ね、こう自己ベストを目指して、天菜ちゃん68から6だったんで、1個全部捉えたらクリアできますから。はい、天菜ちゃんいきましょう。さあ、ラスト。さあ、66を超えれるか、天菜ちゃん。さあ、800m で行くと、陸上 800m 決勝です。決勝、予選のミスったところ修正していきましょう。さあ、反復横跳び20秒チャレンジ、天菜ちゃん2回目いってみましょう。オンエアマークセット、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46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 、
ら、ヒューガさんはもう休んどきますか。いや、私回ったとこやのに。そうやな、レモンちゃん行きましょう。さあ、レモンちゃん、そのまま守っといて。はい、レモンちゃんは、48回でしたね。さあ、これは大記録なんで、レモンちゃんにしては幅も広いんで、あの記録ね、記録よりも2回やりきるということに、集中してやりましょう。さあ、行きます。だからちょっとですね、多分広いね、あ、幅が。え、幅同じだと思う。同じか、そしたらいけるやん。ほんだら集中だ、集中していきますよ。さあ、レモンちゃんの反復跳び20秒チャレンジ2回目、オンエアマーク、セット、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30、31、32、33、34、45、46、47、48、49、50、50、50に。素晴らしい、素晴らしい。最初の1個目ぐらいにね、ちょっとね、届かなかったのがあるんですが、52として、まあ2減らしたとして50。さあ、レモンちゃん50回ライズ5ベスト、お見事、50回。さあ、最後ヒューガさんで本日の動画締めでございます。どうぞ行きましょう。先ほど一応ね、やっときましょう。もうそれをやりながら、あの、シューバイお願いしますね。さあ、ごめん、先ほどヒューガさん何回でしたっけ。42、45ぐらい行きましょうか。はい、ヒューガさんの反復横跳び20秒チャレンジ2回目、45を目指してオンエアマーク、セット、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27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 、
私実家帰る言うてたな。子供産んで必要なったな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強かったな。虹色動画とは雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色